我々は何のために生きてるんですか。僕たちは生きる目的は何なんですか。これが今言えなくなっている。私がなぜ今この犬を抱いているかと、ある小説がありました。その家には14歳の少年がいたそうです。そこに同じ年に来た赤ちゃん犬がいて、やはり14歳、人間にとって14歳は少年ですけども、犬は亡くなる年です。この2人は犬と人間ですけども、兄弟のように育って仲良く暮らし、犬が乱をしている間に少年が学校に行き、帰ってきたら一緒にご飯を食べて一緒に寝てと。ところが犬の寿命は短いです。ある時動かなくなった。両親がこの子は犬が死ぬことを知らない、まだ死を知らない、だからかわいそうだから子供が学校に行ってる間に安楽死させてしまおうかと、あるいはその子供の教育のためなんだから仕方がない、苦しんで死ぬところも見せなきゃいけないんだろうかと両親が悩んだそうです。両親はその少年と犬が一緒に死ぬまでいることを選択したそうです。犬は残念ながら亡くなってしまいました。その少年がかわいそうでかわいそうで、両親はどうしたらいいんだろうと、また違う赤ちゃんの子犬を買ってきてあげようかしらと、亡くなるまで三日三晩ずっといた少年はこう言ったそうです。お父さんお母さん、なんで生き物は生まれてくるの、よく分かったよと、誰かを幸せにすることなんだ、犬は人間と違って雑念がないから本当に飼い主のことを幸せになってもらいたいと思う。その犬は最後の最後まで飼い主のことを愛して、みんなが幸せになったのを見届けて天国に行ったんだと。お父さんお母さん、僕は何で生まれたのか分かったよ。我々の生きる目的っていうのは自分の人生だけじゃなくて誰かを幸せにすることなんです。自分だけ幸せになっても幸せになれないんです。犬ですらできる、猫ですらできる、それを人間がやらないでどうするんですか。そうでしょう、それが今の時代、自分さえ良ければいい、自分さえ偉くなればいい、自分さえお金があればいい、そんな世の中に変わってしまいました。本当に優秀な人はその能力は自分に使ってはダメです。誰かを助けるために生きるんですよ。お金がある人もそう、そのお金は自分が飲み食い遊んだりするために使うんじゃない、誰かのために使うんです。力がある人はそう、子供が産める能力がある人はそう、みんなそうやって自分の能力を誰かのためにして誰かが幸せになるから僕らは生きていけるんです。それを僕らは忘れかけている。これをもう一度思い出さないとこの国は本当に潰れてしまいます。その我々が生きている目的、自分の魂が成長して、そして自分以外の誰かが幸せになる。だから本当に能力のある人は何百人も何千人も何万人も幸せにしなきゃいけない。自分だけがお金が儲かって、自分だけが偉くなって、自分一人が勲章をもらって死に逃げをするようなことは昔の人はしなかったです。特攻隊のことを美化するわけじゃありませんが、自分の命を懸けてこの国を守って、家族を守って、そしてみんなが魂が成長してくれると思った時がその人の寿命なんです。だから
20歳で死ぬこともあるかもしれない、90歳で死ぬこともあるかもしれない。でもその自分の命を大切にして、それよりもっと魂の方を大切にすると、そういう生き方をすれば、みんながちゃんと幸せに笑顔で豊かで暮らしていけるんです。皆さんがこういうペットを飼ってれば分かると思う。なんでそんな面倒くさいものを飼ってるんですか。うちも猫が8匹で、犬が1匹で、オカメインコが2羽います。面倒くさいです。すぐそこら辺におしっこします。うんちも漏らします。ワンワン吠えてうるさいです。朝も寝かせてくれません。4時ぐらいになるとヒン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 泣いて、散歩に行きたい散歩に行きたいって泣きやめきます。でもそんな面倒くさくても、なんでそんなに動物と一緒にいるかって言ったら、彼らが私を幸せにしてくれるからです。そして僕も彼らに幸せになってもらいたい。私が治療で患者さん見てるのもお金をもらうためではない。お金は本当にもらわなくたってできます。でも働いてくれる従業員の皆さんだっているし、そろそろ家族だっているし、税金だって払わなきゃいけない。必要にして最小限度で設備する分はいただけますけども、それ以上に、そのもらった金額以上に、患者さんたちに病気が治ったりするだけじゃなくて幸せになってもらいたいと思って、僕はこの仕事をしてます。これはどんな仕事だってできるはずですよ。私も実家に知的障害のあるおばさんがいました。彼女は別に施設なんか入ってなかったし、なんか作業なんかしてませんでした。家の中を片付けたり掃除をしたり、ゴミを集めたりする。うちは家業が薬局で、漢方薬局で鍼灸院をやっていたから、患者さんもたくさん来ます。養豚もやっていました。養鶏もやってました。忙しいです。体が丈夫な人たち、頭がしっかりしている人たちはそういう仕事をして、力仕事をして、そうでない人はその人はその人でやる仕事があって、全ての人に仕事があったんですよ。僕らはね、みんな生まれてきたんです。不必要な人なんかいない。みんなにちゃんと生きるべき場所を政治家を与えるべきだ。老人ホームを作ったり、介護院を作ったり、作業所を作って閉じ込めて補助金でその人たちを生かしておくんじゃなくって、ちゃんとその人たちにも、ちゃんとその人たちができることを与えてあげましょうよ。皆さん、みんな私たちは何かをするためにこの世に生まれてきてるんです。それは最終的には自分以外の誰かを幸せにすることです。それが日本人の大和魂です。ブッダがこういったことを親鸞聖人が言いました。人心受けがたしだがすでによく、この人体人心受けがたい釈迦が空を見て、これだけたくさんの星があると、いろんなところにいろんな人がいるんじゃないか、それがたまたまこの日本に生まれて、地球に生まれて、日本に生まれて今ここにいると、この体がこういう犬だったり猫だったり、あるいはこの机だったり石だったり、あるいは砂粒だったりしないで、この人間の体に生まれたと、なんてありがたいことなんだ、なんて不思議なことなんだ。仏法聞き方し、すでに聞く。仏法っていうのは私が今言ったことです。人間が生きている目的は、魂が成長し、そして自分以外の人が誰かが幸せになる。これを仏法というのは、仏教に入らないと聞けないんだけども、日本人は仏教なんか習わなくてもすでに知っていたんだと言ってるんです。ここに皆さんが今数百名の方が、後ろの方の人も聞いてくださってる人もいるので、おそらく250人ぐらいいるんじゃないでしょうか。この人たちがじゃあ明日同じメンバーでここに集まって同じ話を私ができるかって言ったら、できませんよね。来れる人もいないし、来れない人もいない。今この一瞬一瞬のこの時間っていうのはかけがえのないものであって、もう二度と帰ってこないこの一瞬です。その一瞬一瞬をみんなが誰かのために一生懸命生きて、誰かが幸せになることを分かる、これを習わずとして知っているのは日本民族だけだ。この魂を取り戻して、もう一度輝く、美しい、そして優しい、どんな人も幸せになれる、笑顔の絶えない日本にしましょう。皆さん、
ありがとうございます。のりちゃんありがとう。のりちゃんも黒いから暑いです。真っ黒結局です。さて私もそろそろまた今日は戻らなければいけない、2時からまた手術をするんですけども、今日はなんと自分のせがれです。今日は抜歯の手術をします。21歳のせがれですけども待ってます、スタッフが6人7人がかりでいろいろやってくれてますけども、もうそろそろ麻酔で眠る頃だと思います。今日は父親としても子供を幸せにするために汗水垂らしていきたいと思います。皆さん本当にどうもありがとうございます。